コラージュとデッサンの個展を開催しているのはフランス人のマルク・アンリ・ルビドゥールさんです。マルクさんは富士市に滞在してフランス語を教えながら日本の文化などをモチーフにした創作活動をしています。展示されているマルクさんの作品の多くは一見するとステンドグラスのような鮮やかな色彩のコラージュで、よく見るとマルクさんが描いた絵の中に日本の風景や人の写真を切り張りしたものが入り込んでいます。その他デッサンも展示され、大好きという大相撲の力士などが描かれたものもあります。マルクさんは大学で美術を学んでいた時に日本に興味を持ち、以来何度か来日してこのような創作活動と個展を開催しています。マルク・アンリ・ルビドゥールさんの個展は富士市中島のギャラリールッカンにて今月25日まで開催されています。私たちには見慣れた観光地や日本の風景、ファッションなどもマルクさんにとっては新鮮な驚きと感動があるようですね。マルクさん独自の視点で描かれると見た人に楽しまれる作品として浮かび上がってきますね。